お風呂屋さんの仕事も結構危ないんですね。あの銭湯で働けば？え、どうして？求人してたっぽいし、なんかのんびり働けそうじゃない？あれは本当に覚悟ができているかどうか確かめたかっただけで。あんまりいろんなことに首突っ込むんじゃないよ。なんてね。